で、まあ、僕はそこからがさらに興味あるんですけど、東大行ってまたこうトリリンガルとかなっていくわけじゃないですか、うんうん、ちなみに東大2校何点だったんですか？90点くらいじゃないですか。90点取っとけばトリリンガルプログラムは一応いけるかなって。僕の時はシェイクスピアとかがなぜか東大の問題に出てしまい、トリリンガルプログラムの点数が低かったですね、はい、それでいけて、うん、トリリンガルプログラムでロシア語を始めるわけですよね。ロシア語も一応ある程度喋れるぐらいにはなったんですよね。あ、そうです、はい、トリリンガルプログラムの場合理算とかでもいつまで第二外国語をやるんですか？まあ1年半ですかね。あ、じゃあそこはもう文系と同じぐらいの期間やるんですね。東大文系とか行っとくと本当に第二外国語はね結構喋れるようになるんですよね、うん、どういう勉強されました？英語の経験を踏まえて比較的早めに行書を読むっていうことを始めて、最終的にドストエフスキーの悪霊っていう本を読みました。現状で僕もロシア語好きなんですけど、ロシア語の一個デメリットはクエ本しかない、はい、そこがね一個ネックなんですよね。映画も暗いやつしかないですもん ね。そうそうなんですよ。最近なんかダウっていう映画見たんですけど、あれやばくないですか？ダウ見てないです。見てないですか？ものすごい暗いです。僕もともと映画の仕事とかしてるぐらいだから、東大の時で映画の授業とか受けるとなんか東大の変わった教室でロシア映画ばっか見せる教室がいて、本当暗いのよ。なんか文法を覚えて単語を覚えて早い段階から、まあ、ロシア語の本を読んでたって感じですね。杉永君は第二外国スペイン語だよね。話せる？全く話せないです。文系って話せるより悪くない？なんか1年間やるんですよね、第二外国語。1年半じゃないんだよ今。1年間が必修で残り半年はこう選択みたいな感じです、うん、今変わったの？そうなんだ。 その1年間終わった後ぐらいは日常会話ぐらいだったらいけたんですけど、やっぱいけるよね、いけるよね。東大って恐ろしいよね。その瞬間いけるんですけど、やっぱ使わないと忘れていきますよね、うん、英語と第二外国語ってちょっと多分コツが少し変わってくると思うんですけど、その時なんか意識したこととかあります？僕的にはそんな変わらなくて、やっぱ英語で学んだノウハウ、つまり単語を頑張って覚えて、うん、本を読むのをかなり早めにやってっていうのをやっただけですね。なるほど、はい、まあ、強いて言うと、まあ、要所とか路所っていうのかな、まあ、要所でいいのかな、それを早めに取り組んだってことですよね。そうそうそう。であとは今ギリシャ語、なんでこれギリシャ語始めようと思ったんですか？なんかその大学1年生くらいの時にプラトンの国歌って本を岩波文庫で読んで面白いなって思って始めました。これギリシャ語を覚えてもワンピースで言うとポーネグリフ読めるようになろうってことですよね。だって話せる人いないじゃないですか、古代ギリシャ語は。なんでそこを覚えようと思ったんですか？大学生の時、教養学部にいた時暇だったからですかね。やることなかったんですよね。まあ物理とかもやったくらいなんでね。偉いっすよね、ちゃんと勉強してますよね。そうですね、結構真面目なんですよ。結構すごいなって思うのが、まあ、僕さっきスペイン語忘れちゃったって言いましたけど、うん、忘れないの？いや、忘れはしますよ。今はドストエフスキーとか読んで、あ、そんなに分かんないと思いますよ。まあ、でもまあニュースくらいは全然分かるんで、うん、役に立ってますね。ニュース分かるとすごいね。東大はね、第二外国語力入ってますよね。そうですね、すごいですね。第二外国語興味ある人にも本当は東大はおすすめですよね、うんうん、いろんな言葉選べますもんね。そうですね。それこそそういうの取ろうとか思わなかったんですか、第三外国語？まあ、僕実はシリア語とかやってたんですよね。シリア語、戦地に行こうとしてます。シリア語って死語なんですよ、実は。そうなんだ。正教会、キリスト教の初期の文章がシリア語で書かれたりして、うん、オタクが勉強するみたいなやつって、なんか空いてたコマがあったんで行ったっていうだけです。シリア語を教える先生がそもそも東大にいるんですね。いるんですね。しかもその人はシリア語ペラペラなんですよ。やば。どこで練習してるって新しいですからね。会話する相手いないっすよね。昔の映像とか見てんのかな。でも昔の映像に残ってるほどの言葉じゃないですよね。そう研究者の人だけなんか喋る言語なんですよね。発音難しいっすよね、うん、まあまあシリア語の話してますけど、彼はまあ天才なんでしょうがないんですよね。もっと言葉をたくさん覚えると思ってます、もしかして。中国語はやるかもしれないですけど、基本的にはそんなに時間かけられないですね。あ、まあまあ医学部忙しいっすもんね。サクサクさんでも医学部は忙しいっすか？結構忙しいですね、はい、結構忙しいっすよね。やってること多分普通の医学部よりも多いしな。今日も授業外なんですよ。大変です。大変っすよね、うん、しかも1、2年生が教養のことやってるからなおさらきついですよ、ね、そうめちゃめちゃ旅行に集まるんですよ。あ、でも国立はでも大体そうだよ。ちょっと早めに専門始まることはあるけど、逆に医学部の勉強大変だから1年生から始めてくれよとは思うけどね。覚えるしかないっすもんね、うん、そうですね。数学とかほんと使わないですもんね、うん、それちゃいますけど、医学部受験の人はね、医学部入ったら本当に勉強大変なんで、今のうちに勉強しててくださいね。本当に話聞いてて思ったのは、単語は本当に勉強しなきゃいけないんだなっていうのはすごく痛感しましたね、僕は。で、結構ちゃんと時間取らなきゃいけないんだなって、まあ、あと文法もそうですね。巷にはこう文法は一切なくていいみたいな人もいたりする。確かにちゃんと言語を学ぶためには文法は一通り入れないといけないんだな。必要だし、文法の勉強もやり方分かってないこと
とかが多いと思うんだけど、説明だけ読むとか、なんか変な何とか句とか何とか説とか一生懸命覚えるんじゃなくて、例文読んで This is a thing ぐらいのレベルで解釈できるようにするってことが、まあ、ロシア語とかでも多分大事ってことですよ ね、はい、そうですね。ロシア語とかそれこそ語順結構ぐちゃぐちゃじゃないですか。 そうですね、はい、その辺はもう例文でとりあえず分かればいいやって感じでやってたんですか。まあまあそうですかね、まあ、根性ですよね。根性意外と話聞いてると坂崎さん根性強いですよね。まあ、勉強好きなんでしょうね、単純に。運動好きな子がずっと運動してられるのと多分同じ感じでずっと勉強してられるのかなっていうのは話聞いてる印象でありますね。そうかもしれないですね。今後もますます活躍が楽しみですね。具体的なちょっとやり方とかでそこまで普通の人が真似できるところはどこかなっていう気もしますけれども、やってること意外とそんな難しいことでも実はなかったりとかするんで、まあ、文法を大事にする、単語を大事にする、たくさんやっぱ読まなきゃダメだよ、でできるだけネイティブのものを読もうねってことですよね。まあそうですね、はい。高校生におすすめの要所とかあります？オックスフォードブックワームみたいなクレディドリーザーズっていう有名な作品を学習者向けのレベルに分けて書き直したよみたいな本があるんで、そういうのを読むといいと思います。今日の朝の収録だとそれプラスなんか要所2冊ぐらい読んでる人が多いよねみたいな話だったんですよ。なんか、うん、そういうのあると思います。それもあります。ちなみにそのアメリカ人向けの要所とかだと何がおすすめですか？サピエンス全史は結構いい本で、うん、最近好きな本はレイダリオっていう本のプリンシプルっていう本が好きなんですけど、タイも好きっすね個人的に好きなのは17世紀の詩とかなので、あんまり参考にはならないかもしれないですけど、理算の人は詩が好きなんですねでもこの話聞いて思ったのは、天才でも意外とちゃんと時間取ってやってるなって感じですね毎日なんだかんだ1時間2時間単語やってたってことですもんね。そうですね、はい、英語はすごい時間かけました。だからちゃんと語学は逆に時間かければ伸びるんで、しっかり時間かけましょうねってことですね。参考になればと思います。どう